ヨアンレス・クリマコスは7世紀に活動したキリスト教の除述家、修道士。聖教会、非カルケドン派、カトリック教会で聖人。ギリシャ教父の一人で聖教会では非常に重要視される。ヨハネ・クリマコスとも。クリマコスはギリシア語で、はしごのい、彼の主張、天国への改定にちなむソエナである。このことから日本聖教会では、 海底者ヨアンと呼ばれる。他、ヨアンネスシナイテス、ハシゴのヨハネなどの衣装がある。6世紀末から7世紀に活動した。飲酒者として40年間生活した後シナイさんに、ある聖カタリナ修道院の院長を務め、修道士のための教訓を書き残した。主張、天国への海底。ヨアンネスクリマコスの生涯については多くは知られていない。 579年以前に生まれ16歳頃から20歳頃まで霊的指導者について修行した。死の死後40年間、ヨアンネスは市内の修道院近郊で飲酒者としての生活を送る。飲酒者としての生活の後、彼は市内産の聖カタリナ修道院の修道院長に選ばれる。そしてこの修道院長であった期間に彼の主張、楽園の梯子は書かれた。 649年に同修道院で没した。彼の名はパレスチナとアラビアの全域に知られ、その後、東方キリスト教ヘシュカズムの発展に多大な影響を与えたことで知られている。天国への海底のイコン。キリストが待つ天国への梯子を登っていく修道者たちを悪魔が妨害する。正教会では改定者ヨアンを記憶する際にはこのイコンも用いる。 天国への改定は、クリマコスの主書であり、今日も読まれる、教訓書である。元来は、修道士の指導のために書かれ、修道の基本的な心へ、欲望、活動及び感想的生活の所得、その感性としての愛について述べ、神へと至る改定である信仰生活のための手引きを、意図している。全30章とした理由について、クリマコスは、イエス・キリストの、 私生涯は30年からなることにちなんだとしている。はしごのイメージは創世紀にあるヤコブのはしごから来ている。天と地をつなぐ、このはしごはキリスト教の伝統においてはキリストの予表と解釈されている。祈りの章は次の文章で始まる。1、祈祷はその性質を言えば人と神との対合なり、一致なり、されども、 その働きを言えば、世界を立つるなり、神をまたわせしむるなり、涙の母にしてまたその女なり、罪のために憐れみを垂れしむるなり、誘惑を横切るの端なり、優秀のために中、壁なり、争いを立つなり、初心者の行なり、すべて無形なるものの糧にして、将来の喜びなり、終わりと限りのあらざる行為にして、特効の泉なり、たまものの中者にしてまた原因者なり、 見えざる、上進むなり、心霊の良職なり、知識の証明なり、絶望のためにおのなり、希望の証明なり、悲しみの酷を釈くなり、修道士の富なり、聖木派の宝なり、怒りの現象なり、全然に現じて霊に至る、上心の鏡なり、程度の権限なり、誰か、いかなる程度にあるを表す、正常の表明なり、あるいは霊人上の建設、来世のことの、 あるいは、来世の報酬の、報道者なり、称賛の表示なり。真に祈祷する者の,のために祈祷は、聞く文書なり裁判所なり及び、未来の宝座に先立つ主の宝座なり。フェオファン、祈祷性聖衆、我らが、聖神父改定著者ヨアンの教訓より、ヨアンネス・クリマコスは、聖教会において、キリスト教的生活を教えた人物として、極めて重視される。このため、 聖教会では、固有の記憶日である3月30日に加え、大時第4手術を改定者、イオアンの手術として彼を記憶する。ありがとうございます。